あなたがあと10年以上生きるなら自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少。日本では稼ぐ、稼ぎにくくなります。年金問題。年金の制度見直しに着手。年金は老後の暮らしを支える制度ではなくなります。インフレ。貯金や 個人年金のの価値が激減しますこれからの日本人には自力で稼ぐスキルが必,必要です日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った 輸出ビジネスです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。1日の売り上げが2000億円。日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが1日で上がるわけです。そんな魅力的なオーストラリア。 オーストラリアアマゾン輸出に取り組むにあたって、まあ、私がマニュアルを作ったわけそれは間違えたノウハウやツールを普及させて日本人セラーの評判を落とすのを避けたいアメリカアマゾンは日本人がツールを使って大量出品して稼げますというね馬鹿げたノウハウを、えー、広めたおかげで日本人はわけわからん 大量出品する。注文が来ればキャンセルする。あるいは配送して届かなくてもこねるというようなね。まあ世界で日本人は、まあ決まりを守る、ね。いい民族だというふうにね、えー。ebay しか輸出方法がなかった時代には言われてたわけなんですけど、まあよくわからない儲からないね。そのツールを使ったノウハウのおかげで、 逆にアメリカ・アマゾンでは日本人はけ分からんというのがね、えー、もう、なんてうんですかね、基本認識になっちゃってます。まあ、オーストラリアでは、そのね、えー、アメリカ・アマゾンみたいなことにならないように、ね、もちろん何ともあれよと実害がなければいいんですけど、アメリカ・アマゾンはね、おかげで日本からの参入者はまたややこしかったらやだなということでね、 割と簡単に退場させられるようになっちゃっています。今現在はですね。で、オーストラリアは、ね、せっかくのブルーオーシャン稼ぎやすいオーストラリアは、そんなことが起こらないように、ね、正しい稼い方、これをやっちゃ稼げないというね、ノウハウをきちんと発信して、えー、儲からない、市場を荒らすだけのセラーが参入しないようになってほしいということでね、マニュアルを作成しました。 そして、普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。一部のすごい努力家とか、センスのいい人じゃなくて、普通の人が読んでサポートを受ければ実践できるマニュアル。そういうのを作りました。初心者が使いやすいマニュアルです。 稼ぐために必要な情報を分かりやすく解説する使いやすいバニュアルになっています。またサポートまでお付けしています。初心者がパソコンを使って稼ぐならオーストラリアアマゾン輸出が一押しです。安かった商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、 日本から物価が高い国オースストラリアに輸出すするビジネスは簡単です日本は物価が安くオーストラリアは物価が高いほとんどの日本人は意外に思いますが今の日本の物価は安いです一方オーストラリアの物価は高いです所得も今の日本人の所得は安いです一方オーストラリア人の所得は高いです 日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得約712万円。しかもオーストラリアは共働きしやすいシステムになってますので、共働きが普通です。ということは平均所得世帯年収は1424万円です。日本と違うところは共働きはしやすいと。 ということとね、男女の差がないということですね。まあこれは最低賃金も高いですし、そういうふうにね、男女の差をつけちゃいけないとか、最低賃金は必ず守らなきゃいけないというふうに法律で決まってます。また罰金も罰則も重いです。そんなね、オーストラリア。高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。オーストラリア人はスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。 これはね、27年間後継期続き、そして人口も増えてる。ということは当然、株も不動産も値上がりしているということでね、オーストラリア人が世界一の金持ちになりました。株も不動産も値上がりしてますからね、貯蓄なんかする必要がないです。そんなわけでお金は使いまくってるんで、例えばこちらヤフー知恵袋の質問。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですと。 オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかまだ6ヶ月しかこちらにいませんが、ほとんどの家にキャラバンがあります。これね、寂しいですね。日本にはキャンピングカーとかね、そういう習慣がないんで、キャラバン、これキャンピングカーの間違いでしょうね。キャンピングカーがある家確かに多いです。その他にも自転車が何台もあったり、自転車も日本みたいに安いママチャリじゃなくてね、 えー、一式50万とか70万とかする高い自転車乗るのがオーストラリアでは流行ってます。何台もあるような家は普通そういうのを持ってるってことですね。楽器がたくさんあったり、プールがあったり、グルージングを持っていたり、ね、グルージング、これも寂しいですね。本当なんかあの聞いたことも なければ使ったこともなければ持ってる友達もいないんでしょうね、まあ、それが普通の日本人なんですけど、これクルーザーですね、えー、グルージングってなってますけどね、これクルーザーのことを言ってると思います。まあ、クルーザー持ってる人も多いです。えー、しかも、金持ちじゃなくてもクルーザーを持っていると。なんなら釣りが好きなら金がなくたってね、1人で持ってないか、近所の人何人か集まって持つとか。 いやそこまでして船持たなくていいんじゃないかというようなね、感じが、普通の日本人からすると思うんですけど、まあそうじゃなくてね、海が好きで、クルージング好きだから、ね、なんとかヨットを買わヨットヨットやクルーザーを買わなきゃいけない。ね、じゃあ,あ、みんな集まって買っちゃおうとか。まあその、そのノリが、まあオーストラリア人ですね。もうお金使うの大好きです。ねまあ、ちなみに、私がよくお邪魔する家は教員がいるファミリーなので、 ただ単に教職の給料が高いってことでしょうかしたら、まあそうしたらでしょうね。まあここはいいとして、オーストラリアでの教職の給料ってなんぼなんですかオーストラリアに、ね、詳しい方教えてくださいと、ね。日本との大きな違いは、この職業は安月給とかね、この職業はすごい高級ってことは、あんまりオーストラリアにはないです。ねえー、もちろん、オーナーやね、 えー、人をまとめる、えー、CEO、要は社長,社長業、日本みたいなサラリーマン社長じゃなくて、実際問題、ねえー悪役、悪役になってね、えー、人を切ったり、あるいはね、引、えー、っこけたらセメラインの覚悟の上で決断したりっていうことができる、まあ、そういう本当の社長業ができる人は一部、給料高いですけど、すごく高いですけど、それ以外は、 ね、例えば日本,が日本では安月給の、えー、スーパーの、えー、レジ係とかね、飲食店で働いてる人なんかも、えー、給料が高いです。なぜなら、えー、最低時給が決められてる方、最低給与が決められてる方ですね。かと思えば日本では非常に高い給料の公務員とかね、えー、銀行員、まあ、これも大して高くないです。 なぜなら、最低給与が決まってますし、まあ別にね、そんな高い能力を求められるような人は、えー、従業員にはいらないとね、ね、えー、いうことで、まあ給料はね、日本では何々って言ったら高月給とかね、何々って言ったら給料安くてきつそうだねっていう感覚がありますけど、こスしたよ場合はあんまないですね。単に給料をもらってるんだったら、まあ、結構もらってんだろうなと、ね。で 会社を任されてるって言ったら、まあ業績良ければすごい金入るんだろうねというぐらいの違いしかないんでね。えー、日本から考えたら、まあすごい高級取り、日本でいうところの、まあ全員、公務員ですね。日本でいうところのえ公務員ぐらいの給料がオーストラリアでは普通にもらえるというのがあります。まあオーストラリア人は日本人には理解できないぐらい所得が高くて金使いが荒いです。そんなオーストラリア。 ね、日本から送れば儲かる商品がいくらでもあります。例えば、日本の100円ショップ大倉で買った商品が何倍もの値段で売れてます、ね。くっきり二重まぶたにするアイテープも13倍。ね、13倍で売れました。紙粘土5倍。ね、同じく粘土10倍、ね。なんで同じ粘土は2個で12ドルで、えー、1個で1点9 7ドル。値段変わらないじゃんと。 まあ一瞬不思議に思いますけど、まあそのね、えー、1個だから12ドルとか、えー、2個だったら2個だったら6ドルじゃなきゃおかしいとか、まあそういうのは日本人的な発想なんでね、えー、オーストラリア人はあまり気にしないです。まあ小銭で買えるね、くだらないおもちゃということですよね。まあ日本もかつて今から、ねえー、30年ぐらい前はそういう時代がありましたけど、まあ今ね、これを動画を見てるほとんどの方は、 バブル、本当にあったのか、それみたいな、ね、話ですし、えー、私みたくね、えー、50近く、あるいは50以上の人にとっては懐かしい、日本も昔は楽しい時期あったよねということですけど、まあ、オーストラリアはね、えー、いわば27年間好景気、日本のバブルの状態、民族性もあって、日本のバブルをね、もしかしたら凌駕する金遣いの荒さの人たちがたくさんいます。そんなわけで、ありふれた100円ショップの商品でも、これだけ高く売れます。 そして、おもちゃなんかも高く売れてます。ね。え、ベイブレード。まあこちら、1328円で買ったものが、3776円。約3倍で売れてます。それから、まあオーストラリアアマゾン。そうは言ったらまだ始まったばかりなんでね。え、オーストラリア市場で高く売れた商品を調べるのは、eBay オーストラリアで制約しているものを調べるのが、え、おすすめです。eBay オーストラリアで高く売れているものを見ると、例えば、炊飯ジャー。 三万一千、ね、え、六百八十円で仕入れたものが五万九千五百七円で売れてると。約倍です。それから、同じく炊飯ー一万五千二百三十円で仕入れたものが三万二千十四円。こちら倍以上ですね。またまた炊飯ーこの業務用でかいやつ。二万五千四百九十円で仕入れたものが五万一千九百八十六円と。やはり二倍。それからヘアアイロン。ね、ヘア,アイロンが二千四百六十九円で仕入れて、 6867円まあ高いもんだってやっぱ2倍っていうのは多いんですけどね安くなってくると3倍以上ってのもちらほら出てきますそれから、えー、ソニーワイヤレスコントローラー8500円で仕入れて15122円コピックね、えー、8849円で仕入れて14817円プラモデル7708円で仕入れて14786円 このプラモデルのパーツ、1600円で仕入れて9069円。5.7倍。こういう風にね、金額が安くて、ニッチなものだと、もう5倍以上、10倍とか、中には20倍とか、下手すると30倍とか、嘘みたい話ですけど、実際に100倍とかで売れてる商品があります。そしてね、ホームスター、これ家庭用プラネタリウム、8335円で仕入れて、 1万4811円 14, 1万4181円お菓子ジャガポックル6個入り5990円で仕入れて1万1789円それからウイスキー日本のウイスキー人気です4320円で仕入れて1万2359円このように高く売れる日本商品はいくらでもあります始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。去年の6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。 あとはシステムの不備を補って本格稼働した暁には今より数倍売れて数倍稼ぎやすいシステムになります。ちなみにこれ、オーストラリアの経済研究所が3年後にオーストラリアアマゾンはオーストラリアで6番目の小売業者になるというふうに予測しています。で、この時の売上予測が7兆8000億円、えー。なんかでかい数字でよくわかんないと思うんですけど、 日本のアマゾンが1兆1000億とか1兆2000億円ですからね、日本アマゾンの7倍の売り上げになるというふうに予測してます。で、実際問題、アマゾンは今までね、そういういろんな国のね、えー、研究者の予測とかアナリストの予測を上回るペースで成長してます。まあだからこそ株式時価総額が世界一になってるわけなんですけど、まあいずれにしても、今現在のオーストラリアアマゾンは 正直ね、そんな爆発的に売れてるわけではないです。ただ少なくとも3年後に日本の7倍になるってことは、数ヶ月後、あるいは1年後、まあ何しろ近いうちにね、もう本当に日本だな、日本だな、アメリカだな、やってる場合じゃないというぐらいね、稼ぎやすい市場になるのは間違いないです。そんなオーストラリアアマゾン、今回サポートマニュアル、サポート付きのマニュアル、わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついています。 だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。こちらは去年の年末に会員さんに提出してもらったアマゾンの売上アメリカアマゾンの売上です。30日間で34,454ドル。売上げ約380万ですね。22,157ドル。1万100、1万539ドル。 7669ドル、6828ドルというふうにね、もう、これだけ売れればね、いつだって会社員やってる方であれば会社辞められると。普通に本業でやってる方はね、ねこれだけでやっててよかった、ね、ということになります。そんなアマゾン輸出、室、私がアマゾン輸出室を教えるのに心がけてること。 簡単なことでも教える。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいないと。また私に聞けば5分で済むのに、えー、自力で何時間も調べるのは時間がもったいないと。ねまあ、ずっと3ヶ月間調べてわかんなかったことなんですけどって言って入会後に聞いてもらってね。ああ、こうですねと。5分もかからず解決した。これよくあります。ねえー、何しろ、えー 正しい情報を発信している人があんまりいないと。無料情報だと正しい情報を発信してない。そして、なおかつ、レアな情報、バグにはまったとかね、Amazon のバグにはまったとかね、落とし穴にはまったとか、そういう時にね、どうすればいいかというのに対する、その普通のケースじゃない、特殊ケース、特殊ケースに遭遇したことある人。 そしてね、遭遇してそれを解決した人ってめったにいないんで、まあ、それは自,自力でね、初心者が調べたって解決策にはたどり着かないのは当たり前というのよくあります。ただで、初心者ややったことない人にはね、レアケースでも、何百人もサポート実績のある私にとっては、ね、そうそうレアケースってないんでね、まあ、よくあることなんで、聞いてもらえばすぐに解決できます。オーストラリアアマゾン室マニュアルの内容。 ね、え、押ストラ m マゾン輸出マニュアル、どんなサポートをするか。まずアカウント登録。まあ、これはね、初心者向けに、丁寧に、手取り足取りサポートします。まあ、分わかりにくい Amazon の説明を読み、読み違えたり、まあ、勘違いすると、英語が分かっても、なかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて、自分で調べて登録しても意味はありません。まあ、簡単なことでも私に聞いて、サクッと登録を終わらせてください。 ま先ほどのまさに典型例ですよね。まあ、例えば、えー、銀行口座取引明細を出せと書いてありますけどね、えー、言われた通り銀行口座取引明細出したって、えー、いつまでたってもアカウント審査は終わりません。それからね、えー、初めの頃、書類は英語でもスペイン語でも中国語でも日本語でもドイツでも OK と書いてあったんですけどね、日本語の書類を出したら、こんな書類は受け付けてないと。まあ、そんなよくあります。 でそんなのね、調べたってわかんないですし、まあ、聞けばね、えー、なんと親切に、オーストラリアの場合ね、聞くと親切に電話で教えてくれます、英語でね。で英語できる人はいいんですけど、英語できない人の場合は、ちょっと逆に電話かけられても困っちゃうと思うんでね、えー、ハードル低いようで高いというのがありますんで、そういうね、電話かかってきたり、悩んだりすることなく、ね。 これはこれでいいんですかとかね。この書類はこれでいいんでしょうかとかこれ出しますとか。これどうしましょう何でも聞いて、サクッと登録を終わらせてください。それから銀行口座解説。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアへの銀行口座が必要です。しかし、日本では解説できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら、何でも聞いてください。 自分で調べる必要はありません。何しろ、自分で調べてもね、あんまり意味ないです。これ、どうせ一回しかやんないんで、で、その時によって違いますしね、えー、情報発信してる人ってのは、大抵情報を間違ってたり、古かったりするんで、えー、意味ないです。無料情報は調べるだけ、時間の無駄ですし、混乱するだけなんで、えー、私に聞いてください。それから、NG 商品。NG 商品には、大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。 郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸送ができない。輸出ができない。つまり運べない商品。これね、えー、よくあります。よくあるし、なんでこれ送れないのと、ね。日本ではあんまりないことなんですけど、郵便局に限っては、えー、どこどこの局から送ればね、普通に送れるのに、どこどこの局から送ると送れないとかいうのがいくつかあります。ねえー、そういう情報も踏まえて送れない商品、ねえー。輸送 NG 商品。それから、オーストラリア NG 商品。 輸,送そのものは輸出そのものはできると、えー。輸出することは可能ですけど、オーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情によるエネルギー商品と、ねまあ。例えば商品じゃないですけど、オーストラリアにね、近所のスーパーでもらった、えー、白菜が入ってたでっかい箱で送ったと。これもう税関でストップしてね、多分そのまま捨てられちゃうか、お、まあ、送り返すとかめんどくさいことしないで捨てられちゃうでしょうね。 え、オーストラリアには、え、生の野菜とか果物が入ってた箱を使って送ると、え、オーストラリア国内のね、税関通りません。あと汚れてる。泥で汚れてるね。だから、えっ、ー、と、日本の配達員がね、え、雨が降って、え、ぬかるんだ道で箱を落とした。そしたらもうね、オーストラリアには、え、入国できないです。え、そういうのがありますんで、そういうのも含めてオーストラリアの NG 商品。それから、a m a z o n NG 商品。 ねえー、予想もオーストラリア国内での販売も問題ないけどアマゾンが販売を禁止している商品、ねえーまあ、普通にオーストラリアの街中では売ってるだけどアマゾンでは売れないって商品もたくさんあります、まあ、そういうい NG 商品なんかも、えー、教えて、まあ、それを避けて商品を送るという形で、ね、商品探しをしていただきますさらにややこしいのがこれら NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり 逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。それから、購入者からの問い合わせに対する対応、ね。日本の常識は世界の非常識。amazon の常識は世界の非常識。amazon で生き残るためにはコツがありますので、amazon で生き残るための対応方法をサポートします。 普通、日本ではこれがいいと言われている対応したばかりにアカウントを削除された人もいます。幸い、私の会員さんではいませんけど、ブログなんかをチェックしてね、なんでアカウント削除されてるかなっていう中にそういうの出てきますね。Amazon からの問い合わせに対する対応、ね。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識。これを覚えておいた方がいいですねあの。常識で判断すると大体間違えますんでね。 日本は特殊な国だという自覚があんま日本人にはないんで、えー、普通に対応すると、ね、間違いを犯す。地雷を踏みます。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。また、転売経験者ならではの注意点もあります。日本アマゾンとの違いと注意点。同じアマゾンですからね、同じ調子でやればいいんだろうというのは、陥りがちなミスですけど、 はっきり言って日本アマゾンと、えー、オーストラリア,アマゾンは全く違います。というかオーストラリア,アマゾンはね、えー、世界でもかなり特殊な運営をされてるんでね、他の国のアマゾンのノウハウは役に立ちません。また、アメリカアマゾンとの違いと注意点。同じ英語圏なんでね、えー、同じ調子でやっちゃいますけど、これまた違いますね。世界最大の市場であるア,マアメリカ、ね、そして、えー、俺が法律だというアメリカとね、えーまあ 小さな市場ででイギリスのね、えー、まあイギリスじゃないですけどまあイギリスのね、えー、文化の影響を強く受けるオーストラリアでははっきり言ってかなりアメリカとは違った、えー、注意点が必要ですまた e ーベイトの違いと注意点イーベイトアマゾンでね、まあ、そもそもが全然ノウハウ別ですねただ輸出で同じ ね、えー、人が教えてたりするんで、これ ebay のハウとアマゾンのハウ、こいつ混乱してるねという情報もね、えー、割とよく見かけます。まあ、それプラス、アマゾンのシステムは、早いペースで進化します。マニュアルと違う情報画面が出てきたときは、お気軽にご質問ください。またそのね、アマゾンでは、システム変更やポリシー変更が頻繁にありますんで、 週3回、月水金、サポートメルマガを配信して最新情報をお届けしています。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変更することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。それからチャットワークサポートを回数無制限でお付けしています。 通常マニュアルといえばね、サポートはついてなかったり、まあ、ついてでも回数5回までとかね、返事が来ないとか、マニュアル読んで質問してるのにマニュアルに書いてあるって質問、返事が来たりとかね、全くサポートがないに等しいのが多いんですけど、私はそういうね、中途半端というか、無責任なサポートで嫌な思いをしたことが多々ありますんで、サポートはお付けしてます。何度でも質問していただいて。 マニュアルに書いてありますとかっていう返事はしないです。ね、書いてあっても分かりにくかったんだろうなと思って確認したり補足の動画を作ったりして、分かりやすいマニュアルに進化させていってます。